河村秀根完成4年6月26日は、江戸時代中期の終わり藩士。国学者。子に、河村院ね、河村ますね。河村秀夫の次男。はじめ終わり藩主、徳川宗春の着南国丸に故障として使える。国丸没後、宗春の故障として使える。宗春が、将軍によって謹慎させられると、周年も、飛躍となる。 その後、謹慎の溶けた宗張に再び仕え、宗張の死後、兄の河村秀かとと共に、夕食古日などの研究著作を経て後、日本初期の研究を始める。ちや秀か長男、インヌの死を乗り越え、初期修下の執筆を続ける。インネますます寝兄弟も、父の研究の助手を行い、代表的は著作である、初期修下の出版は、 ほとんどがますます根の手によるものである。墓は平和公園内の法輪寺墓域にある。海名、ムグラン州ネコ名古屋市長で、元民主党衆議院議員の河村隆の先祖に当たる。また、河村秀根の先祖は、相模国にある河村城を根城にしていた、河村一族。南原の戦いで、 足利カが高氏との戦いで滅ぼされ、残された河村氏の一族はバラバラに散り、周年の先祖の方は後に、駿河国にたどり着いて暮らしていた。その後、駿河で暮らしていた、周年の先祖の子孫は、駿河を治めていた、徳川家康に誘われ、関ヶ原の戦いに当軍として参加し、その後、家康から終わりで五百国から八百国を与えられ、以後、河村の一族は、 終わり班に仕えていった。畜作婦人京脅し研究会 1981P133 歴史好き河村市長の先祖は書物奉行今も蔵書4000冊公開中日ウェブ中日新聞2009年6月22日ありがとうございます。